いやさかツアー第1弾へいたて神宮。今回は神道の心を伝えるバスツアーで集まった神社ファンを引き連れ、到着した場所は熊本県にあるへいたて神宮。九州のへそと呼ばれるこの神社で日本の素晴らしい精神を学びに訪れました。西郷隆盛は、ね、国と喧嘩したんです。で、国と喧嘩した人を、ね、やっぱ祀るんです。これが、ね、日本独特なんですよ、だから千年経っても許さないというですね。日本は、ね、悪人は許すんです。今回ナビゲーターを務めるのは小坂先生、そしてアシスタントに八百万の神オラクルカード公認インストラクターのキコちゃん、そして今回参戦していただく生徒の皆さんです。今回訪れたへいたて神宮は九州のへそと言われ、数千年前に大陸から渡ってきたと言われる五色神の仮面があります。毎年行われる五色神祭、そして5年に一度行われる五色神大祭には世界五大陸から五色神の代表が集まり、世界平和と人類和合のお祈りを捧げているのです。またこちらには屋久杉の次に長い樹齢とも言われている杉もあり、専門家の調査では樹齢6000年とも7000年とも言われています。まさにパワースポットの一つです。この番組はご覧の提供でお送りいたします。神道ドキュメンタリー DVD 発売。熊本県へいたて神宮を舞台に日本の精神に迫る。そこには教えはなく道が存在した。華道、茶道、柔道、剣道、武士道、その道中でもがき苦しみながら答えを見つける、それが神道。道徳はね、一言で言うたらね、世のため人のために役立つ人間になることを思ってます。お金出してできるものは素晴らしいと思うんですよ。そう、だから、ね、金では買えないものが素晴らしいんです。神道とは何なのか、日本人らしさとは、この DVD にその答えがある。神道ドキュメンタリー DVD 4980円、お申し込みは匠プロモーションで検索。さあ始まりました、八坂ツアー第1弾、今日は熊本県へいたて神宮に来ております。今日のツアーズの皆様です。では最初に、この神社どうやってできたかご存知ですか？知らないですよね。ではここで質問です。こちらに書いてある3つの中から選んでいただきたいと思います。1、集会所。2、米蔵。3、お墓。分かる方。お墓とかじゃない、違うの。集会所、町の集会所みたいな、そんな感じ。集会所多いですね。ですね、正解は米蔵です。もともと日本人にとって米というのは命そのものでしたね。ですから、あの命のように祀る、ね、だから神様のことを御事と言うんです。で、昔は米蔵を祀ってたんですね。で、御神体というのはもともと山にありました。から多くの山が実は御神体なんです。で、そこから神様をお迎えして米蔵に鎮座させて、でそこにお祈りするところから神社が始まったんです。へえ、はい、そうなんです。そもそも神社とは米蔵でした。だから高床式なんです。その昔、稲に神が宿ると考え、稲の守護神とともに米蔵に祀っていました。やがて米蔵から神が鎮座する社殿へと転化していき、今の神社ができたのです。で、そこにいるあの神社の、神様のことを何というかご存知でしょう。神様のこと、神社の神様、はい、わからない。神様のことを祭神と言います。ご祭神、お祭りの神様言うでしょ。だからどこの神社もですね、皆さん神社に行ってるんじゃなくて神社の神様に会いに行ってるんでしょ。でしょ。例えば安産祈願に行くのに、ね、あの商売繁盛の神様がいるところに行ってみたりとか、これまるでですね、妊娠して子供が生まれそうな時に歯医者に行くようなもの。
ね、これおかしいでしょ、はい、だから必ずですね、神社に行く前にそこのご祭神が誰なのか、そしてどんな神様なのか、そこをよく知っていくというのが非常に大切ですね。さあ、こちらに祀られている神様、平田神宮の神様ですね、ご存知ですか？知らない、はい、ではご紹介いたします。神室木天照大御神、そして、雨の御中主、阿蘇十二神の神様になります。先生、神室木と神室木って何ですか？はい、良い質問ですね、はい、あの古事記には出てきませんけれども、祝詞の中にあの神室木、神室木というのが出てきます。今日はですね、後であの春木宮司の方にその点をですねじっくりお聞きしたいなと思っております。はい、あのそもそもですね、神社というのはそこの集落が作ったのが神社なんですね。ですからそこの集落の神様のことを宇治神様と言います。でよくね、宇治神様って誰なのって、皆さんご存知ですか？自分の宇治神様。ですよね。ただ分かりやすく言うと、宇治神様から生まれた我々は宇治子なんですね。ですから最初に初宮参りって言って、子供が生まれたら行きますね、はいはい、この初宮参りを行ったところ、皆さんご存知ですか？自分が初宮参り、はい、そこが宇治神様です。で、あと一宮ってありますね。これ何かっていうと、皆様が住んでいる町で、あの初詣とか行く大きな、ね、そこが一宮。であと数形神社っていうのが、自分が数形する、例えば今回であると平田神宮であったりとか、例えば伊勢神宮とか出雲大社とか、まあ、こういったところを数形神社というふうに言ってますね。皆さんはご自身の氏神様がどこの神社の誰なのか知っていますか？それを知りたければ、ご自身が誕生し初宮参りに行った神社を調べましょう。そこがあなたの氏神様です。一宮とは、あなたの住む地域の神社の中で最も社格の高い神社のことです。初詣に出かける場所で、大きなお祭りなど、その地域を代表する神社のことです。そして崇敬神社とは、個人的に特別な神社のことを言います。八百万の神オラクルカード、ついに完成。日本神話古事記に登場する代表的な神様を浮世絵にし、オラクルカードを作りました。私たちに性格があるように、神様には神格というものがあります。私たちに恵みを与えるにぎみ玉、災いをもたらすあらみ玉など、しかし災いの中から新たな命が誕生する魂でもあります。この八百万の神の神格をもとに作られたのが、八百万の神オラクルカード。毎日カードを引き、その日の守護神から大切なお告げを受け取ることができます。お告げをいただきながら、八百万の神を学ぶオラクルカード、さらにインストラクター育成コースも行っております。八百万の神オラクルカード、八百万の神解説本もついて4980円。お求めは匠プロモーションで検索。初宮前に行った次は何をするか、七五三です。実は七五三まではですね、皆さんの子供は人ではないんですよ。人ではないんですね。これ神様の預かり物なんです。だから7歳まで神様の代わりに大切に育てなきゃいけないわけです。だから最近ね、いろんな虐待がありますけれど、あれは神様の道徳です。ですから、こんなに立派に育てましたよということで、七五三で神様に報告に行くと、はい、そして7歳を境に女性は女性らしく、男性は男性らしくなっていく。そして今度どんどん、この今度死に近づいていきますね。で、死に近づくってことは、どんどんこう神様としてね、こう神様に近づいていくわけです。ですから、あの成熟していくと、これは男でも女でもないと、完全なる人としてこう なっていくというふうに言われています。はい、先生お、何でしょう。アマテラスは男性ですか、女性なんですか？そこですね。これですね、今質問にありましたけれども、いわゆる人になるっていうね、ありましたよね。要は女性でもなく男性でもなく、より完全体人間になっていく。だからアマテラスは実は男でも女でもどっちでもいい、性別を超えた存在です。はい、
ちでもいいってことなんですね。そうなんですよ。まあでもね、あの家庭に女性がいて女性が仕切った方がうまくいきますね。なるほど。まあ日本はね、卑弥呼がいたりとかね、だから女性がしっかりとした方がいいんじゃないかなと。アマテラスは女神なのか女神なのか、これはよく論じられることですが、7歳を境に女性は女性らしく、男性は男性らしくなっていきます。そして年を重ね、死に近づくとだんだん成熟し、性別を超えた人となり神に近づきます。神に近づくと、もはや男女の区別はいらなくなるのです。したがってアマテラスは女神でもあり女神でもあるのです。より神であると考えられます。じゃあ次行きます。では、神社のことをお宮と言いますね。なぜお宮というかご存知でしょうか。なんで最初から決まってるんじゃないですか。違うんですね。実はお宮というのは女性なんです。女性の子宮のことなんです。だから一の鳥居は実は女性の入り口です。だからその中をのことを参道と言いますね。すごい、お宮が子宮だから、お宮、いわゆるさっき言いましたね、氏神様から生まれてきたんです我々。だから生まれたところに戻って報告に行くのが初宮参り。すごいでしょ。あの沖縄なんかに行くとね、沖縄の墓してます墓、こうこんな足の形でここに収めるんですお骨を。足の形になってますね、沖縄の墓。そうなんです。すごいね、お母さんから生まれてお母さんになる。ってことで移動。はい、では皆さん、こちらへどうぞ。古事記八百万の神浮世絵ミュージアムオープン。大分県日田市豆田町に古事記を学べるミュージアムがオープンしました。古事記の物語に登場する八百万の神々の浮世絵を展示。神々が持つ神格を通して現代の私たちに向けたメッセージを読み解く。また小さな子供たちでもタブレットで古事記の紙芝居が楽しめます。館内にはポストカードや御朱印帳、クリアファイルや手鏡、しおりや絵本など、八百万の神オリジナルグッズも多数揃えてお迎えします。古事記八百万の神浮世絵ミュージアム、大分県日田市豆田町でお待ちしております。八百万の神オリジナルグッズ、ポストカードや御朱印帳、クリアファイルや手鏡、しおりや絵本など、八百万の神オリジナルグッズが盛りだくさん。お求めは匠プロモーションで検索。はい、では中に入っていきましょう。どうぞ。皆さんどうぞ。はい、ちょっと待った、はい、ここで大きな過ちがあります、はい、今挨拶 しなかったですよね。はい、実はこの一の鳥居から中はですね、神聖な場所になります。ですので、まず一の鳥居で軽く会釈をして入るとね、まずそれやりましょう。はい、はいはい、もう一回やり直し。はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと待った、今どこを歩きました。人生の真ん中を。あなたはあなたは神様です。あの実はですね、鳥居のこの入ったこの真ん中は神様が通るところです。ですのでどちらか橋を歩くようにしましょう。一の鳥居の先は神聖な場所。まずは一の鳥居の前で軽くお辞儀をします。さらに真ん中は神様が通る道、したがって両端を通るようにしましょう。はい、ということでもう一回やり直しです。はい、はい、どうぞ。いやいや、橋はい、手水舎に着きました。イエーイ。では皆さんの汚れを払うために
体を清めましょう。汚れ？汚れですか？はい、そうなんです。あの神様は汚れを最も嫌います。ですからここでまず体を清めて中に入ると。では汚れとは一体何でしょう？ですよね。まずこの世に最初に生まれた神様っていうのは誰でしょうか？あ、はい、わかりました。雨の御中主。そうです、雨の御中主ですね。あの西洋では全てを作った全知全能を神と言います。ところが日本ではすでに宇宙はありました。そこに最初に現れたのが雨の御中主です。ではこの宇宙とは一体何なのか。実はこれは命なんです。はい、その命の依り代として最初に現れたのが雨の御中主。そして雨の御中主に命が、依り代に命が灯り、そして山や川や海や空といったものに魂を分けたんですね、命を。これを分け御霊と言います。はい、で同じようにその命が我々にも分けられたんですね。ここで実験ですね。ここにこれが雨の御中主です。はい、炎、これが魂、はい、これが皆様です。はい、皆様よりしろ、ここに骨を灯します。わ、これを分け御霊と言います。さあここでこの炎とこの炎に優劣はあるでしょうか？ない、ないんです。つまり我々の命は神様も皆様も全て同じ命だということです。でしょ。なのにこの命が離れるとどうなるか。自分と他人になります。でしょ。もともとは一つです。それを命が離れると自分と他人、そして他人と見るとどうするか、これを責めるんです。これは裏を返せば自分を責めている。つまりこの責めている姿を汚れと言います。で古事記の中では汚れた状態を何というかというと天の岩戸と言います。え、汚れている状態を天の岩戸、これは一体どういうことなのか。はい、スサノオとあのアマテラスが受け入れをした時に、ね、アマテラスが悲しんで天の岩戸にこもりますね。この状態を天の岩戸と言うんです。つまり汚れとは悲しみであったり苦しみ、怒り、ね、悔しさ、こういう感情のことを汚れって言うんですよ。でしょ。そして神々はその汚れを払うために何をやりました？さあ神々は天の岩戸からアマテラスを救うために会議を行います。そこで出した結論は、そこに汚れを払う大きなヒントが隠されているのです。そうです、それがお祭りなんです。つまりお祭りとは、お祭りとは最大の汚れを払う行事なんです。さあお祭りの時は何をします？踊る、みこし。そうですね、笑って踊って歌うでしょ。この状態が汚れを払う状態です。つまり清らかな状態というのはいつでも踊れる状態なんですね。でしょ。いきますよ、踊って。そうですね。あの皆様に今怒りや悲しみや苦しみがあったとしたら踊れます。でしょ。ですからいつでも踊ってって言った時に踊れる状態は清らかだということ。ね、だから盆踊りってこうね、決してかっこよくはありません。恥ずかしいな、これプライドです。これも汚れです。だからかっこよくない方がいいんです。これは自分の汚れを払っている。だからお祭りで競争するっていうのもあれ邪道ですね。よく見せようっていうのもあまり良くない、ね、笑って踊ってわっしょいわっしょい、これでいいんですよ。はい、まあ、こういうのがですね、古事記を読み解くと見えてくるという、はい、ということで早速汚れを払いましょう。汚れを払う大切さを知った一行は手水舎で手を洗い口をゆすぎます。
日本神話古事記アニメーション DVD 発売。西洋にはアダムとイブ、ノアの箱舟、我が国日本には古事記。しかしその内容は難解で多くの人が断念する。断念する人のほとんどが神様の名前が多すぎる、主要な神様がわからない、神様の漢字が読めない、カタカナだとどこで切ってよいのかわからない、オガミなのか女神なのかわからない、その古事記をオリジナルアニメーションでわかりやすく解説。日本の成り立ち、営み、その根底にある日本人らしさとは、私たちが私たちを学ぶ、その原点がここにある。103分3980円、ご注文は匠プロモーションで検索。はい、では拝殿と向かいます、はい、まずお賽銭からどうぞ。はい、はい、待った。今投げようとしました。いつも投げてるでしょ。投げるんじゃないですか。投げてはダメです。あ、そうなの。いくら遠いからといっても投げてはダメなんですね、はい、そーっと、はい、はい、土足厳禁ですので、はい、はい、皆さんこれが正しいやり方ですね。はい、ではお参りしていただきましょう。二礼、二拍手、一礼ですね。あと住所とお名前を、はい、心の中でつぶやいて大丈夫。本当はね、はい、二礼二拍手してそのまま、そのまま、はい、ね、そのままで、住所、名前、そして最初に感謝、そして決意、祈願で、この順番です。あのよくですね、何かお願い事で電話があります。今度何々するから来て、行きますと。そしたらお礼、ありがとうの電話もない。また数日経つと、またあるから来て。これを3回繰り返されるとどうなります。嫌ですよね。だせめて次の日にありがとうぐらい欲しいですね。さらにいい人はこう言います。電話かけて、来てね、来てくれた、その日のうちに電話かかる。そしてまた数日後電話がある。その時にこの間はありがとうね、感謝から入るんです。気持ちいいでしょ。全く同じです。だからここに来たってことは以前お願いをしているわけですね、はい、ですからまず感謝から始める。でも人間の礼節と全く同じです。あ、はい、名前、感謝、決意、祈願で一礼で、これ美しくするなら一歩下がるときに一礼、下がりながらと。美しいですね。美しい、まあこういう形でですね、はい、であとは中で、聖地参拝がありますので、はい、その後に、春木宮司の講話をいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして春木宮司が待つ本殿へ、一行は正式参拝を終え、春木宮司の講話へと移ります。皆さん、明けましておめでとうございます。お願いします。去年、一昨年からですかね、うん、小坂さんによって私に目を開かされました。このね、日本という国はね、面白いんですけどね、あの面白いことをね、私たちはあのずっと知らさずに来たんです。私たちの祖先はね、絶対的な神様をね、考えなかったんです。何かですね、こういう役割の神様とか、こういう役割の神様に、いろんなこう役割がね、あるんですけど、それはね、そういうことをね、世の中でこの活動なさったので、その特別なことを、功績をあった方をね、神として祀っていったわけです。鹿児島にはね、西郷隆盛を南州神社で祀ってね、でもね、西郷隆盛、日本では、ね、不思議なんですよ。西郷隆盛はね、国と喧嘩したんです、で国と喧嘩した人をね、やっぱり祀るんです、
これがね日本独特なんですよ。外国はね国と喧嘩したりね悪くした人はね永遠に壺をかけますよね、うん、だから千年経っても許さないというですね。日本はね悪理は許すんです終わったら悪理は許すんです。で そんなんして、ね、日本はねあの憎しみを残さないような文化を作ったんです、うん、これからもね神様にお守りいただいていい日本であり私たちの豊かな心で暮らしていけるという社会であることを願っています。いやどうもありがとうございました。はい、第1弾八坂ツアー平立神宮いかがでしたか。次はですね高千穂の方に一泊で来たと思います。今日ありがとうございました。で、そう参道のこととかそのお宮のこととか、うん、もう知らないことだらけで、うん、いつも日常にあるそのお祭りのこととか、うん、もうね、いつも周りにあることなんだけど全然知らないことばかりが知れて、うん、本当にためになりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、あの企画をしていただいてありがとうございます。先生ありがとうございます。あの本当に日本人に生まれておきながら知らないことだらけで本当にこう自分の今の仕事とか伝えていきたいことっていうのがここに重なり合ってて、うん、もっともっと発信をしていかないといけないなと思います。ありがとうございました。はい、どうも。はい、汚れですね汚れを払うという意味でいつでも踊れる状態をこれからも作っていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にですねあの当たり前にやっていたことが実はものすごく無礼なことだったとか、うん、本当にもう改めてあのいろいろな、ね、ルールだったりしきたりだったり、うん、日本人の奥深さだったりというのを本当に知ることができました。本当にありがとうございました。すぐ近くにですね神社っていうのたくさんあるのにですね意外とその本質っていうの全然知らないんだなと思って改めてすごくあの日本の伝統文化を学ぶっていうですねすごいあの勉強になりました。これからもいろんな人にもですねこういうのを伝えていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、まああの鳥居をくぐるときは礼をして神様にならないようにそれだけは習いましたので、はい、ぜひ実践してまいります。はい、では最後に皆様、はい、踊って、はい、ということで、また見てね。バイバーイ。帰りのバスでは、こじきクイズ、参道を歩くときは、どこを歩く。早かったね、寺澤さん。端ですね。はい、ピンポン。正解者には八百万の神オリジナルグッズが配られました。大いに学び、大いに笑い、大いにうなずき、大いに感じた八坂ツアー。次回は高千穂ツアーです。どんな学びが待っているのか、次回もお楽しみに。この番組は匠プロモーションの提供でお送りいたしました。